聖デイビッドは、ウェールズの聖職者、ウェールズの守護聖人、カトリック教会、聖公会、聖教会で聖人、1181年当時の外観に復元された、聖デイビッド大聖堂イングランドの守護聖人、ジョージ、スコットランドの守護聖人。その前半生はよく知られておらず、生誕年月日は、不詳で、西暦462から515年のうちに生まれたと考えられる。 後世の伝記である11世紀末頃のリゲバルフによる聖デイビッド伝などによれば聖ノンの子であり、父はケレデギオンの王ケレディグの息子サントとされる。デイビッドは大部分が異教の世界であったウェールズ、コーンウォール、ブルターニュにおいて修道院や教会を作り続けた。彼は司教座を立ち上げ、教会会議を2度開催し、エルサレムとローマへ巡礼した。 彼は、質素な生活と禁欲主義を実行し、シントラにも、彩色主義を説いた。当時としては、非常に高齢まで生き、亡くなった時には、彼の魂を迎えに天使を伴ったキリストが、現れたという。1120年、ローマ教皇カリストス2世によって劣勢された。彼の母大寺として、中世を通して、巡礼地となった聖デイビット大聖堂は、かつて彼が、 故郷のメネビアであるペンブロークシャーの線とデービッツに建てた修道院の跡地に建てられた。芸術作品では通常肩に鳩が止まり死教彩服を着た姿で描かれる。それはブレビの教会会議において数多く集まった聴衆の遠くに彼の声は届かなかったが鳩が現れて肩に止まると地面が持ち上がりその姿と共に声が 遠くまで聞こえるようになったという伝説による。ウェールズの守護聖人、聖デイビッドの畑聖デイビッドの日のパレード祝日は3月1日で、明日を祝う聖デイビッドの日と呼ばれる、ウェールズの祝日となっており、パレードやコンサートなどが行われる。デイビッド自身及び、ウェールズの国家、国章となっているのはリーキである。伝承によると、 六世紀のサクソン人との戦いの際、敵と味方を見分けるために、ウェールズ兵は帽子に利益をつけ、勝利したと言われる。聖デイビッドの日には、ウェールズの国旗と共に、聖デイビッドの旗が掲げられ、人々の胸には、利益や、同じく国家である、ラッパ水泉が飾られる。十六世紀には、すでに聖デイビッドの日に、利益で帽子を装飾する風習があったことが、シェイクスピアの ヘンリー五世の描写により知られる。ありがとうございます。